演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、というわけで本日はこちらスーパーで揚げ物をいろいろ買ってきました。フライいっぱいですね。しかも一番家の近くのスーパーなんですけど、こういうところでこういうの買うのってなかなかないんですよね。なので今日は楽しみですね。ではまずはこちらの甘くないお団子からいただきます。まあこれで甘かったらそれはそれで美味しそうですけど、軽いってそんな、本当に軽い。衣はサクサクです。最初のエビ団子はちょっとプニュッとした食感が口の中でうまく弾けてくれましたし、後で食べたエビフライもそれとはまた違ったエビの旨味が口中にふわっと広がりました。そしてアジフライはふっくらした白身はフライとよくしてよく合っています。アジフライはコンビニでもたまに見かけますけど、エビフライとかってなかなかないので、こういう場で買えるといいですね。では続きまして残る、これは確かイカフライだと思いますね。まあ海鮮多いですね。ではいただきます。イカフライは噛んだ瞬間にザクッとした衣の音とともに、イカの弾力ある身が口の中でふわっと弾けてとっても美味しかったです。イカもなかなか食べられませんからね。そしてその後に食べたり細長いとんかつと薄いもののとんかつ、いや薄いって言ったら知ってる、お肉は厚みあったのかな。平らなとんかつはどちらも肉厚でお肉の旨味が凝縮されていて、噛んだ瞬間にその旨味がだんだんと噛み応えもありますので満足感もあります。でも美味しかったです。ただこれ結構いいお値段したんですよね、スーパーの相場として考えると。なので今回の食べた6種類のうちお気に入りはまず3番目、一番ベスト3位がイカフライで、こちらやっぱりあのイカの弾力が良かったですからね。そしてお肉のとんかつ2種類については同率でこちらの点数とさせていただきます。やっぱりお肉最高ですね。でも美味しかったです。ビールのやガラスを聞いて気が沈む、ジョッキか瓶か割っちゃったんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞延々。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。